やっぱ最初の頃は言われたことが何だかよく理解できなくて、忘れちゃってとかでまた聞き直すのありますけども、それがないように、こうノートに書いていくと、車っていう発明品。誰かが何十年でも時間かけて発明しちゃったからそれを買った方が早いですよ。自分でね、今から作るもんじゃないですよっていうのと一緒で、コードもね、リユース。他の人が作ったものをリユースしましょうと、それで時短しましょうよ。メインファンクションの中で100ラインをね、例えばフォーループなり、イフなりとか全部、こうロジックを全部バーってやると読みにくくなってしまうんですよ。アンチパターンで、その逆がメインファンクションは、できるだけ短くしましょうと。理論だけを大学で学んでもそれでなかなかうまくできないんで、実際に実務経験を得て3、4年経ってようやくね、こうコンピューターを扱えてプログラムをかけてとかデザインとかいろんなとこ見れるっていう感じになってくるんで。アルミさんこんにちは。親戚のおばがあの有名なスティーブン・セガールに会ったことがある。よろしくお願いします。I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see.True. I want you to see what I see in eyes. Something so real, something so real. I want you to see that. ということね、スティーブン・セガール、あのね、合気道の俳優いるじゃないですか、アメリカの。超かっこいい、この、パッパッパ。まあ、それと全く関係ないんですけども。また今日はね、ソフトウェアエンジニア、プログラミング、コンピューター、サイエンスに関するタイトルでやっていきたいんですけども、始めたばっかりのプログラマーが陥る間違いっていうのを7つ、喋っていきたいなと思います。まあ、これね、始めたばっかりの、経験、未経験プログラマーでよくね、陥るっていうのは結構あるんですよね。で、これ僕も今5年と5年半ぐらいかな。5.5 年以上なんで、まあ、これ、時間かかりますよ、この学ぶのに。それで、まあ、今回の動画を見てね、あ、こういうこと自分もしちゃってたな、みたいな、気づいたことがあれば、これでね、価値があるんじゃないかと思うんで、喋っていきたいなと思います。まあ、初めましての人は、この動画を見ていただいて、初めましての人、簡単に言うと、海外移住9年10年目で、元アメリカのマイクロソフトでエンジニアとして働いた経験があって、海外大学留学などして、海外カナダ永住権取って、からの、ホップ、ステップジャンプでヨーロッパに移住して今、海外ソフトエンジニアになってます。で、このね、ここまで来るにも、いろんなね、こう、苦難挫折なりとか、難しいチャレンジはあったんですよ。ということで、本題なんですけども、一つ目、よく陥ってしまうね、あんまり未経験な人が陥ってしまう、罠なんですけども、プログラミングとか、ソフトウェアデベロップメントとか、あれは、正しさを追求するものではないってことなんですよ、最初に言っておきたいの。例えば、数学の学者とか、数学やってる人は、とか、フィジックスとかね、物理、正解は一つしかないですか。式を見て、イクエーションで。答えは一つなんですよ。ただ、プログラムになってくると、答えはね、何十個もあるんですよ。いろんなデザインで同じことを達成しようとすることができるんで。例えば、ツイッターのデザインなんてのも、いろんなあれでやることができるんだよね。パフォーマンス重視とか、スケーラビリティ重視とか。だから、一つではないんですよ、答えが。なので、その時点で、プログラミングやるときに、その正解というのを求めようとすると、例えば、オーバーエンジニアリング、やりすぎて、プログラミングね、逆に複雑になりすぎちゃったとか、そういうことになってしまうので、この、以後を捨ててね、正しいのを必ずしも追求するべきじゃなくて、たまにはね、この時短というか、早く効率的に終わらせるとか、早くね、このゴールにもよるんでね、ゴール。ゴールは、例えば、プロダクトをね、ソフトウェアとかアプリを早くね、カスタマーに届けたいっていうのが、やっぱりビジネスとしてあるんで、うまくね、妥協してバランスのね、スピードと、スピードと、あとはね、ソフトウェアエンジニアの視点で、こう、健全なアーキテクチャなりとかっていうのも含めた上で、うまい側にね、こう、バランスアウトしてやるのが大事になっています。なので、正しさばっかり追求してしまうと、逆にね、こう、口論になってしまったりとかね、そこはね、囲碁を捨てるときが大事になっています。で、二つ目、これね、未経験とか最初に、ね、入った2、3年の人でも落ちるんですけども、質問をしない、クエスチョンをアスクしないっていうことなんですよね。自分だけで、答えを探そうとしてしまって、長い時間それで時間を潰してしまうことがたまにあります。で、例えば未経験とかの場合ってね、やっぱり、その経験してるラングウェッジとかツールとかっていうのも限られてくるんで、その中だけで自分だけで答えを見つける、自分で答えを見つけるってことが、美的に見てしまうと、さっきも言ったように、正しいことを求めるのが、プログラマーとかの仕事ではないので、いかにそのゴールにね、早く正確にたどり着くかが大事なんでね、それと一緒で、自分で全部、解決するのが、ポイントアップにはならないんでね。その場合は、いかにね、その仕事をゲッダウンするかが大事なので、やっぱりプロフェッショナルで働いてれば。なので、一つの問題、なかなか自分で答え見つからなかった場合は、まあ大体基本的にいい目安は30分、40分から1時間、こういろんな情報とか調べたり、ネットで自分で調べた上で、それでもわからないっていう場合は、未経験とかそのレベルの場合は、早くそのシニアレベルの人に質問しましょうと。で、それ質問することは求められてるんですよ、仕事のうちで。特に最初に入ってきた人は。なので、質問しちゃいけないっていうのは真逆で、質問はエンカレッジされてるべきなんでね、基本的には。職場によりますけども。そういう意味で、とどまってしまうのではなく、質問をね、どんどんしていきましょう。というのが、陥るコツの、対処法になります。で、三つ、これ二つ目とさっきの途中に似てるんですけども、質問はしましょう。質問はエンカレッジされてます。ただ、
同じ質問はしないということ、これね、よく落ちるんですけども、特にね、嫌がられてしまうのが、例えば質問とかするじゃないですか。例えばジュニアとか未経験の人、やっぱりその経験者の時間を借りてその学んでいくわけだから、他の人の時間を借りてるわけなんですね、質問するときって。その時間シニアの人はその人シニアの時間で仕事できないから、というのを考えて相手の立場になって、できるだけその質問する時間を短くして、で下一回下ね、同じ質問をしないということが大事になります。これをね、同じ質問を何回もしてると、やっぱりシニアの人もね、こう、あ、また来たかと、また同じこと聞かないのかと、こいつバカかみたいに思われてしまうので、そうならないように、こう質問した時にね、分からなかったりとか、質問してまだ分からなかった時、ノートに書くということが大事になります。ノートに書いて忘れないようにする。やっぱ最初の頃は言われたことが何だかよく理解できなくて忘れちゃってとかで、また聞き直すのありますけども、それがないようにこうノートに書いていくと、で書いてって、そうすると後にまた見返せるんでね。でその書いた時にまだ分からなかったら、これ書いたけどよく分からないんで、ちょっともう少し説明してみます、さてて、そうやってやっていけばね、まあそれが忘れた時とかにまた見返すことができて、質問するの省けますよねってことで、この同じことを質問しないようにするっていうのをね、結構しちゃう、これしないできてない人結構多いんで、そうするとね、向こうもね、イライラしちゃったりするんだね。これ結構大事になります。4つ目ですね。未経験者の人が陥りやすい。これは、もう他の人がね、誰かがもうライブラリとかフレームワークで作ってるものを利用しないで、自分でね、なんか、自分で最初からもう一回やり始めようとしちゃう人。これ英語で言うと、自分で、車輪を作ったのがもうあるから、それを利用すれば簡単にできちゃうけども、それをやらないで自分からまた発明しようとするという感じですね。だから要はね、車ってもう作られてるじゃないですか。車っていう発明品、自転車や車とか。それをね、買った方が早いけれども、買わないで自分からデザインスケッチして、エンジンも作って、タイヤも作って、ハンドルも作ってとかで自分でやるとしたら何十年かかりますよね。これもう誰かが何十年でも時間かけて発明しちゃったから、それを買った方が早いですよ。自分でね、今から作るもんじゃないですよっていうのと一緒で、行動もね、あれこれこういうことをしたいと。例えば、アレンに10個のリストがあって、数字で1,2,3,4,5 ってね、いろんなアレンのランダムの数字がアレンに入ってますと。これをね、ソートしたいと。これ、うまくソートしたいとね。で、これ自分でね、アルゴリズムでフォーループを作って、ソートすることもできますけども、例えば Python とかだと、Java もそうだけども、ソートってもうファンクションがあるんですよ。ドットソート。アレイドットソートで、それパッてね、アレイをね、アーギュメントとしてやったら、それでアレがソートされるんで、それと一緒です。要はだから、リユース、他の人が作ったものをリユースしましょうと、それで時短しましょうよっていう話になります。自分で最初から書くと、また時間がね、無駄になってしまうので、そういう意味で、その視点を持っておきましょうということです。で、5つ目、なかなか難しいです。これは経験がないと難しいんですけども、大きいピクチャー、大きいね、ソフトウェアのね、もっと上からのね、デザインを見れてなくて、ちょっと細かい、ほんのこのね、小さいところだけ見て、ずっとそこに煩わしくね、頭を煩わして、それでこう、時間かけて書いたけれども、あれって大きいピクチャー見たら、これなかなかうまくピースはまんねえぞ、みたいなパズルに、っていうね、感じの失敗よくありますよね。まあ、なぜかというと、例えば API デベロップメントとかありますよね、API とか。これ API って大きいソフトの中の一部のコンポーネントでしかなくて、その API を、例えばデベロップするときにも、全体的にどういうふうにね、ピースとしてはまるか。で、そのリパーカッションというかね、影響はどうなのかと。これを作った時にどうやってデプロイするのか、どうやって他の API との関連性があるかと。そういうのいろんなね、関連性ですよね。自分の取り位置みたいな。そのビッグピクチャーをね、デザインのビッグピクチャーを見れてなくて、例えば時間を無駄にしてしまったとか、無駄なね、ファンクションを変えてしまったとか、そういうことになるんで、やっぱり、ね、視界を広げるってことが大事なんですよ。広げる。他のコードベース見たり、他のクラスを見たりとか、他のデザインを見たりとか、そういうのをすることが大事なんですけど、まあこれは経験しないとできないんで、こうなりすぎないようにするっていうのがやっぱりコツというかね、こうよく陥る、あれではないですけど、そうなりますよね。で、6つ目、これ大事ですよ。すごい大事なんで、これちょっとね、メモっていてほしいんですけども、まあ、未だにね、まあ、できてない人はいますけども、ちらほら。要はね、コードを書いて、まあ、大体の人はね、バージョンコントロールシステムとかっていうのを、ね、使ってると思うんです。例えば、有名なのが GitHub、Git ね、Git とか SVN とか。これ書くときにコミットしますよね。書いたものをコミットして、こう、要はバックアップヒストリーみたいにするのと、あとは diff っていうのを使ってね、difference でこう、サイドバイサイドでこう何をチェンジしたのかっていうのが赤と緑見れる。このコミットするときにコミットをね、できるだけ小さくするべきなんですよ。だから一つのコミット、例えばね、ワンラインチェンジでもいいんですよ、実は。で、ワンラインチェンジをするのをコミットして、これはこれこれこういうチェンジであるっていうのをやっていくことで、これ、例えば1ヶ月後とかに見返したときに、一つのコミットでいろんなチェンジが入ってると、ごっちゃになって、なかなか、例えばバグが発生したときに、このコミットのどのチェンジがバグが発生したのかもわからなくなってきてしまいますし、あとは、リファクターとかね、コードレビューをソフトウェアデベロッパーはするんですけど、コードレビューっていうのはコラボレーションして、自分書いたのをコミットしましたと。で、ポルリクエスト、PR、ポルリクエストっていうのを作って、で、レビューアーを他の人あげてね、例えば俺がコミットしたと。じゃあ B さんをタグ入れて、で、B さんコードレビューしてくださいと。
で、要はだからエッセイの添削ですよね。で、コード添削してくださいと。で、OK だったら、アプローブして、OK じゃなくて、ここどうなのみたいになったら、それをコメントで入れてもらってみたいな。その時に、コメントしたチェンジがね、何百ラインとかだと、もう何が何なのか分かんなくなってくるんですよ。そうすると、コードレビューの時間もかかるし、なかなか早くね、プッシュできなくなってくるんで、そういう意味で、コミットはできるだけ小さく、一つのチェンジで一つのコミットで十分です。で、最後、七つ目なんですけども、あれっすよ。さっき言ったように、コードがね、長くなってしまう。例えば、一つのね、ことをやるにしても、ファンクションを作って、どっちかというとモジュラライズするとかって言うんですけどね、英語で。メインファンクションで100ラインあるよりも、メインファンクションは短ければ短いほどいいんですよ、ラインは。メインファンクションの中のブロックは。要は、メインファンクションの中で100ラインをね、例えば、for ループなり、if なりとか、全部、こうロジックを全部バーってやると読みにくくなってしまうんですよ。もう、要は、メインファンクションが何やってるかって、100ライン読まないとわからない。それは、やっぱりアンチパターンで、その逆が、メインファンクションは、できるだけ短くしましょうと。そのためにどうするかというと、リファクターするんですよ。で、100のラインをこう分割化して、それを100のラインから4つのファンクションを作って、そのファンクションに100のラインをこう入れていくと。要は、メインファンクションは、例えばそこからそうすると、メインファンクションは4ラインで済んじゃうんですよ。だから、メインファンクションの中に、ファンクション A、B、C、D っていうね、ファンクションコールがあって、ファンクション A がまた他でディフィニションされて、インプリメントされてて、そのファンクション A、B、C、D で、要はトータル100ラインと。ただ、そのね、要は、抽象化してるんで、ファンクション A, B, C, D を意味のある名前をつけると、例えばね、ブラックジャックとかってゲームを作ったとして、その時に、全部で100ラインメインファンクションやるともう何が何なのか分かんないんで、ロジックが。それをロジック化しましょうってなった時に、A, B, C, D を例えばね、デックを最初にシャッフルするっていうファンクションがあって、その後、デックの中からカード2枚ずつ引くっていうファンクションがあって、で、3つ目のファンクションの名前が、次のカードを引くか引かないかみたいなね、そのユーザーインプットを求めるファンクションとかってやると、それ、4ラインメインファンクションになって、そのファンクションの名前を読むだけで、あ、これはこういうロジックになってるのかと。それで理解しやすくなるんで、そういう意味でね、このロジックをどこに置くか。ロジックはやっぱりリファクターして、ファンクションの中に入れといた方がいいんだよね、メインファンクションじゃなくて。そういう意味での抽象化という意味でね、ちょっと分かりにくい説明だったかもしれないですけど、僕基本的にソフトウェアデベロップメント全部英語でやってるので、これ日本語で説明するの実際結構初めてなんですよ、単語とかも。まあ、それもありますけども、コードのね、ロジックを、こう、わけわかんなく、タングルズコードとかって言うんですけども、そういう風にしないでね、ロジックいかにきれいに書けるかっていうのが大事なんですけど、これがね、逆に結構落ちりやすい、罠でもあります。ということで、今日は最初に喋ったようにね、7つの、落ちりやすい、未経験のプログラムが落ちりやすい罠をちょっと喋ってみました。僕個人的にもね、そういうこと、昔も結構やってましたんで、これに関しては経験があるのみです。ということで、この動画を見せたいと思います。簡単なおっしゃったんですけども、未経験の人が陥る罠といっても、これ実際は、数学とか生物とか歴史と違って、コンピューターサイエンスっていうのは、本当に身をもって学んでいくものなんで、大学終わったから終わりではなくて、その後ね、要は医者みたいなもんですよ。医者って最初の4年間とか学んで、その後ね、実際に病院とかで働いて、その他の医者が働いると見てこうやって学んでいく。だから修行みたいなもんですよね。で、それで3、4年やって、ようやく立派な経験値を持って、飛び立てるみたいな感じですけども、エンジニアもそうで、理論だけを大学で学んでもそれでなかなかうまくできないんで、実際に実務経験を得て3、4年経ってようやくね、こうコンピューターを扱えてプログラムをかけてとかデザインとかいろんなとこ見れるっていう感じになってくるんで、そういう意味で、長いです。こう、うまく一人前になるには。ただ、それだけね、いろんな自由があったりとかっていうことでうまくバランスされてるなと思います。ということで、もしこの動画良かったらぜひぜひコメント、ライク、あとはね、質問があったらコメントしてもらえればと思います。I'll see you guys next time. Bye bye. 一つお願いなんですけども、サブスクライブとライクとコメントできればよろしくお願いします。時間かけて作ってるんでね、コメントとかライクしてくれることで、YouTube のアルゴリズムにいいように言って、よりね、他の人に見てもらえて、そうするとね、より広告収入とかも入ってきて、それがね、自分の時間の報酬にもなるんで、そういう意味でちょっとお願いできたらなと思います。ということで、I will see you guys next time. Bye bye.